なんか嬉しいです。ありがとう。この間の三角公演で演奏させてもらったきっかけっていうのは、今日も来ていただいてますけど、新井さんにちょっと無理言っちゃって、新井さんで三角公演でいろいろな催し物をあの計画したり、あの開催したり、あのしてらっしゃる新井さんにちょっと、新井さん12月に来たんですよ。12月、伊さんの、そう、お世話になりました、本当にね。あの頼まれてもいないのに、どうにか言って、あの正月にちょっと、あの一瞬でもいいから演奏させてくださいなんて言って12月にお願いしたら、もう無理やりね、あの間に入れ込まさせていただいて、あの演奏させていただいたんですけど、私あの西成に、あの1月のあの2日に到着したんですけど、あの年末に、皆さん、あの赤田森夫っていうあのおじさん知ってますかね。はいはいはい。赤田森夫っておじさんが、あの川口に住んでて、あの年末に、ね、なんとか生きてるんですけども、あの命からがら私のところに電話がかかってきて、あの陽子ちゃんさ、あの決してネガティブな話じゃないんだよ、決してネガティブな話じゃないんだけど、私の愚痴を聞いてくれっていう思いっきりネガティブな話の電話があります。年末に嫌だなと思いながら、私も大好きな人なんで、じゃあ川口行きますから、まあ、聞きますよということで、あの話をしてたら、うっかり盛り上がっちゃって、うっかり年を越しちゃったんですよね、一緒にね。で大丈夫かななんつって、で彼のあの一緒に住んでるあの女性が、奥さんでも何でもないんですけども、女性と住んでいて、でその間に子供がいて、戸籍上はもうめちゃくちゃな状態になってるんですけど、ね、まあ、ええやんか、もう、ね、そうそうそう、そうなの、だからもうええやんかっていうね、ええやんかっていうことで、ええやんかっていうことで、ええやんか、ええやんかっていう、お互いでええやんか、あんたそれでええやんかっていうことをお互いに言ってて、お互いに言いながら、年をうっかり越してしまったっていう、1月の1日の朝に、あ、そうだ、明日は西田に行くんだなんて思いながら、森尾とね、森尾兄さんと一緒に、名前をね、また改めて、お邪魔させていただきたいと思いますけども、この場借りて森尾兄さんもちょっとよろしくお願いしますということで、ずっと言ってますから、というようなね、思いもあって、いろいろと、何回もね、繰り返して、お邪魔させていただくことになると思いますけど、また来るで。また来るで。また来るで。私も来るで。いや、俺も来るで。俺も来るで。私も来るで。早く来るで。早く来るで。早く来るで。まあ、こっち住みんや。あ、そう。そうなの。だからちょっと、月末、ちょっと私、本気で物件探しに、何にもしないんだけど、私、月末にまたここら辺うろうろしに来ようかなと思ってるんですけどね。ちょっとね、ちょっと水が入りすぎちゃって、本当に今日は、ちょっとね、時間も押してまいりましたが、最後の曲ですけど、皆さん、本当に今日はどうもありがとう。本当に5日前ぐらいにね、作った歌なんですけどね、曲って音楽をやってる人はみんなわかると思うんですけど、なんとなくできちゃうんですよね、曲ってね。でも歌詞みたいなものはなかなかそう簡単にできなかったりして、歌詞って何なのかなと思うと、やっぱりこう出会ってきた人たちとこうの感覚でこう出来上がっていくんですよね。で、私このところ12月から1月のお正月から、そして春が近づいている今日3月になりたて、来させていただいたここのところの感覚というか、今日も皆さんに会えて本当に私は幸せなんですけど、その感じを曲にしたためて、今日ちょっとどうしてもやりたい曲が1曲あって、皆さんにはお届けしたい曲を最後に曲やらせてください。世界はね、いろんなことがありますけどね。まるまるっていう曲をお届けして、
ちょっと覚え立てっていうか、作り立てなの。どんなに世界を憂いても、どんなに噂を信じても、あなたと二人世界は回る。同じ時代を回ってる。いきなりあんたが消えちゃって、どれだけ私が嘆いても、世界は回る、ぐるぐる回る。同じ時代を回ってる。
あの拍手が鳴り止むのが怖すぎて すごい早いっていう特徴を持ってます。嬉しいわ、本当に皆さん今日はどうもありがとう。なんか幸せです。ちょっとね、あの。じゃあの最後に1曲だけあのお付き合いください。ありがとうございます。これあの私のあの友達の女の子ある人